はい、どうです。今回ですけども、今回の動画は僕が見てるファッション YouTuber を初めて紹介したいなって思います。はい、これね、多分みんな気になるでしょ。僕が今までファッション YouTuber、まあ見てきた、まあ今も見てる、まあ、ファッション YouTuber、ファッションの動画を出してる人ね。うん、主に。その中で僕が見てる、まあごくわずかなね、YouTuber を紹介していきたいなって思います。はい。これは今までね僕言ってこなかったんですけど、まあ、今まで僕はねファッション YouTuber 全然見ませんと、全く見たことがないですって言ったことあると思うんですけども、まあ、ちょっとそれ嘘で、まあ、僕も好きなねファッション YouTuber がまあいるんですね。実はいるんですけど、別にめっちゃファンっていうわけでもないんですよ。ただなんかまあ僕が好きなファッションにちょっと近いなみたいな、そういうのがあったりもして、まあ、ちょっと見てるみたいな、たまにねっていう感じなんで、まあ、めっちゃ見てるみたいなね、うん、感じではないんで言ってこなかったんですけど、まあでもね、なんか客観的に見たら僕のことを見てる人は僕がどんなファッション YouTuber を見てるのかっていうの多分気になると僕は思ったんで紹介しようかなと思ってます。はい、まああとそれ以外にまあみんなにおすすめなファッション YouTuber というか、こいつはこう見た方がいいとか、こいつはこうだみたいな、そういうのもちょっと話していけたらなって思うんでね。はい、じゃあちょっとね早速ねやっていきたいなって思います。はい、というね、じゃあ早速ね、まず、紹介していきたいなと思うんですけども、ちょっとね最後に最後の方に僕がね見てるそのファッション YouTuber を紹介したいなと思います。とりあえずね、まずちょっと先ほども言ったこいつはこう見た方がいいとか、こいつは見なくていいみたいな、そういうのちょっと話していきたいなと思うんですけども、まずねファッション YouTuber といえば源氏。これはね、まあ、どっちにでもいいというか、めっちゃファッションが好きな人は別に見なくてもいいと思います。ただ、ファッションに興味が最近出てき始めたとか、何もわからないとか、まあ、なんかその、自由ユニクロとかの商品をいっぱいいつも買ってるよっていう人は見た方がいいかもしれない。うん。まあ、要はそのプチプラ、の洋服をメインに、まあ、買ってる人だったり初心者が見てるべきチャンネルかなって思ってます。だから上級者とか、まあ、ファッションに、まあ、そのおしゃれおしゃれじゃない関係なく自分の中のスタイルがある人は別に見なくてもいいと思います。はい、まあ、だから源氏は正直ね、あんまりおすすめはしない、うん、だからだってさ、ファッション YouTuber を見てるってことはそれなりに自分もファッションがめちゃくちゃ好きだったりっていう人だと思うんですよ。だから見る必要ないんですよね、そういう初心者の YouTuber は。そう、初心者系に向けてる発信、初心者系にリーチする YouTuber っていうのは見なくていいと思うんですよ。ただあそこは別にファッションが好きな人っていうよりかはファッションに興味を持ち始めた人とか、ファッション全く知識ないですよっていう人は見るべきチャンネルなんで、ファッションが好きな人は見るべきチャンネルではないと僕は思ってます。はい、でまず2つ目、ちょっとね、まあ、何かピックアップしていこうと思うんですけども、次、春樹の古着さん。はい、これいますね。うん、これはね、見た方がいいか見なくていいかどっちかって言われたら、これは見た方がいいと僕は思ってます。はい、僕散々春樹の古着ね、ダサいとか言ってますけど、あれは別にエンタメの一種であり、あれは見た方がいいと思うよ。まあ、なんでかというと別に春樹の古着さん自体がおしゃれじゃないかっていうより、その古着屋に行ってね、まあ、その商品を買ったりとか、まあ、そういうね、レビューとかもしてるんで、春樹の古着さんを見に行くっていうよりかは、その古着屋さん、紹介してる古着屋さん、どんなアイテムがあるのかなっていうのを見に行くっていう、そういう視点でもいいと思うんですね。だから要はこれ人を見に行くんじゃなくて動画を見に行く、その古着屋を見に行くみたいな感じで見てもいいと思うんで、まあ古着が好きな人は見てもいいんじゃないかなって思いますね。はい、あれは結構ね、服好き、まあ服好きの中でも古着が好きな人だったり、そういう人は確実に見た方がいいチャンネルになってるとは思います。はい、なんでね、まあ、僕は言ってもそんな古着好きではないんで、古着買えますけど古着好きではないんでね、だから正直あんまり見たことはないんですけども、まあ、たまにセカストの、動画見るかな。うん。僕も結構セカストは行くんで。はい。まあ、なんでそういうね、方におすすめです。はい。じゃあ次。K のファッション部屋。あれはね、まあ、顔出ししないでなんかコレクションのね、洋服のコレクションなんか話をしたりとか、購入紹介の動画出したりとか、まあ、してますけど、あれは、まあ、正直見なくていいかな。うん。だって、あんなね、ハイブランドのさ、なんか、ルック、ショーみたいなやつ解説しますけど、別にあんな自分でね、ショーの動画見れば別に見れるし、うん、公認紹介の動画だって前もどっかの動画で言ったと思うけど、顔が出てないから似合ってるか似合ってないか分かんないですよね。うん、だから正直あれは参考になりそうな雰囲気出してるけど、全くならないね。うん、まあでもラジオ感覚で聞くなら、まあ、
100歩譲っていいんじゃないかなって思いますけど、正直ずっとは見てられないよね。うん、あと声がちょっとね特徴的だから、僕はあの声好きなんですよね、意外と。なんていうんですか、なんか高い声っていうの、男の中でもちょっとああいう声僕好きなんですよ。うん、僕の友達にもね、ちょっと高い声の人がいて、あの声に似てる人がいたんだけど、ちょっと仲良かったんだけど、まあ、ちょっとでか結構仲良かったんだけど、その人と結構ね、その人とその人の声も好きだったんで、ちょっと似てるんですよね。声はめちゃくちゃ好きです。だからラジオには向いてるかなって思ってますよ。はい、まあでも正直別にめっちゃ見るかって言ったら見ないですね。はい、じゃあとラスト一人行こうかな。K チャンネルだっけ、アドラーだっけ、そのブランドやってる人、あのチャンネルは見なくていいです。はい、あれはあれ見るなら源氏見た方がいいかも。うん、あの K チャンネルは韓国系ファッションなんだよね、主に。で今韓国系ファッションしてる人います？周りでいないでしょ。一時期韓国系ファッションって流行ったじゃないですか、めちゃくちゃ。もうシャツにデニムタックインでベルトガーンみたいな、あるでしょ。うん、あれ今いますか？いないでしょ。地雷系だけでしょ。あれはやんない方がいいと思う。うん、もう今はトレンド、トレンドじゃないとか気にする必要はないけど、うん、でもやっぱりその時代はね、トレンドに左右されるんで、うん、だから別に今見る必要はないかなって思ってますね。はい、でも韓国系好きな方はまあ見てもいいかなと思うんですけど、まあ僕はあんまりおしゃれとは思ったことはないですけどね。だからあれ見るなら源氏見た方が、まあ今は有益かなって思ってますね。はい、まあそんな感じで、はい、まあいろいろ、まあファッション YouTuber、まあ何か取り上げて、まあ、いろいろ話しましたけど、まあ、最後にね、僕の見てるファッション YouTuber、紹介したいなって思います。はい。じゃあ早速ね、僕が見てるファッション YouTuber、こちらです。はい。この方は、女性の YouTuber なんですけども、まあ、とにかく、ビジュアルがいいと。うん、で、主に古着屋を回ったりとかしてるんかな。うん、でまあ僕あんまり古着好きではないって言ったんですけど、でもその人のアイテムも好きなんですよね。うん、古着コーデっぽくないんですよ。で組み合わせ方も好きだから、僕性別違いますけど真似することあるからね、コーデで。うわめっちゃいいやんって、うん、だから結構僕は見てますね。うん、めちゃくちゃいいよ、マジで。結構おすすめ。やっぱりね、ファッション YouTuber とかファッションの動画上げてる人ってなってくると、やっぱり男性がやってたら男性しか見ないとか、女性がやってたら女性しか見ないっていうね、そういうやっぱりファッションなんで、男性が女性の見ても意味ないですからね。うん。だからそういうのありますけど、僕は結構女性のファッション YouTuber 見てて、まあこの、僕も結構なんていうんですかな、女の子っぽい格好っていうか、もうガーリーな服ではないけど、なんかストリート系の女の子っぽい服はめっちゃ僕もするんで、まあ、結構その方してるんですよね、僕が見てるファッション YouTuber だから、ちょっと参考になるなと思ったりとか、あと普通にビジュアルがいいと、うん、いうことで、まあ、見てます。はい、まあそんな感じで僕がたまに見るファッション YouTuber ですね、皆さんぜひ見てください。はい、まあ、そんな感じでね、まあちょっと今回ファッション YouTuber についてね、他のファッション YouTuber についてお話しさせてもらったんですけども、僕はね、まあいろいろね動画でね、ファッション YouTuber、 いろんなファッション YouTuber いろいろ言いますけど、忖度なしで、まあ正直別に何て言うんですか、思ってもないというか、思ったことも言いますけど、半分エンタメなんで、別に皆さんのこと嫌いじゃないんでね、まあ、ぜひどん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 ね、このチャンネルでコラボしていきましょう。はい、源氏待ってるで、俺はお前を起こすからな。源氏、俺とコラボしたら盛り上がるで。うん、お前100万登録いて再生数数十万とかいかねえだろ。俺がコラボしたら革命起きるで、それ起こそうぜ2人で。あ、うん、よろしく。はい、ってことで、はい、まあ源氏僕大好きなんでね、はい、ウェイヨーでしょ、ウェイヨー、あれはダサいけど、ちょっと、はい、まあそんな感じで、皆さんのね、ぜひファッション YouTuber 見てる、方教えてくださいと、はい、じゃあそんな感じで、そうですね、僕のねファッション YouTuber、 おすすめのファッション YouTuber 見てくださいね、1回でも見てください、絶対ハマるんで。はい、じゃあそんな感じでね、今度が終わりでと、おいっす、おいっす。